どうも皆さんこんにちは、生物観察の鬼です。ここは高速道路のパーキングエリアですね。今ちょっとドライブをしておりまして、それで休憩のためにねここ立ち寄りましたけれども、ちょっとね休憩がてら生命体探していきましょう。こういうところにも何かいたりしますから、何かしらねいるかもしれないんで探していきましょう。ほら草がグリーンが生えてますから何かしらいると思うんですよね。虫おらんかな、ちょっと虫みたいな、虫さんが何かいると思うんですけれどもね、なんかおらんかな。あ、おっと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 、ほら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 、虫、これあれだな、クワゴマダラヒトリの幼虫ですね。多分ヒトリガの仲間ですね。ってことはこれ毒ないんで触っても大丈夫ですね。ふい、ほら丸くなりましたね。ほらこれはね毒がないので触っても大丈夫です、かぶれません。ほらこっちにもいますね。おお、こんなところにもいます。あ、ここにもおる。結構おる、いっぱいおるやん。そうそう、いっぱいおる。クワゴマダラヒトリの幼虫ですよね、これ。クワゴマダラヒトリの幼虫ですよね。ほら、こんなところにもおる。ほら、これでかい、ブリ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 の幼虫ちゃん。ほら、こっちもおるかな。あ、おっと、結構おる、結構湧いてますね。うわー、うわー、見てほら、やばー、めっちゃ毛虫おる。あ、ここへも、ふい、ここへもいます。またいます。ほら、またおる。こっちもおるよ、こっちも。あー、落としちゃった。ここにもいます、やばー。うわー、片手にカメラ、片手に毛虫だとね取りにくいんで、一旦シールケースに入れときましょう。ほれ、ふいふいふい、うわやば、このシールケースにね大量に取りましょう。出した、確保。あ、ここにもおる。これ草生えとるところ、あ、おった、草生えとるところにもおる。うわー、これめっちゃあるんちゃう、ここやばいな、絶対いっぱいおるやろ、ここ。あ、ほら、登ってきとる。もうここにもおる、ほら、いましたね、いますね、結構。ほら、ここにもおるよ、草生えてるところに結構います。ふい、いますね、いますね、ここにも。ほら、ほら、いっぱいついとるわ、ほら。うわ、落ちた、よしよしよし。この崖沿いの草生えてるところにめっちゃいます。あ、逃げた、落ちて逃げようとしますね。逃げられると思っとんのかい。カラスのエンドウの葉っぱを食べてますね。結構これ植生広いのかな、なんかいろんな植物の上によじ登ってるんですよね。カラスのエンドウはねどうやらこいつらの食草みたいです。クワゴマダラヒトリっていうんでね、クワしか食べないような感じもしますけども、何でも食うみたいですね。いっぱいいますね、ここも。ほらほら、ボロボロ取れるわ、ボロボロ取れます。ふふーい、ふふーい。ふい、ふい、ふい、すごいな、無限に取れるな。これね、下に手を添えといて、で上からちょんちょんって刺激してあげたらびっくりして落ちますから、ね、自分でポロって落ちるんです。ここにもいますけれども、ポンポンって刺激してあげると、あれ落ちん、ほらほらほら、あ、落ちたね、こうやってして取るんすよ。ここにもいますね、ちょんちょん、ほら簡単に取れますね。これが毛虫の取り方ですよ、皆さん。大量発生してる毛虫の取り方、うわーやば、ここ天国やわ、毛虫天国。ほらほら、うじゃうじゃおる、やば、大量発生や、ここすごいわ。ほらやばい、めっちゃ食われてさ、ほらもう食われてかじられまくって、こう枝が切れとる、重みでぶら下がって、うわ、めっちゃ溜まっとるやん、これやったやった、超いっぱいゲット。これ効率的ですね、この取り方。ふふふーい、うーわー、
ば。ほら見てください、大量に取れました。そしてね、この目をすり抜けてなんと外に出てきてる子がちらほらいます。うわやば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 、これ負担いっぱいついとんちゃうか。うわすげえ。ちょっと全部落とそう、全部一旦落としましょう。とりあえず一旦ね、この蓋についたやつら落としていきましょう。ほらほらほら、落ちろ落ちろ落ちろ、ボロボロボロって落ちますね。ほら、うわやば、ほらほら落ちろ落ちろ落ちろ、あはみ出とる。うわやば、どんだけおんねんこれ。ほら何百匹って取れましたよ。多分ね、ここ頑張ったら無限に取れますよ。こんなもん無限にいらないですけども、いりませんけどね、無限に取れる。ほら落とすのが大変や、みんな蓋に取り付くもんやから。ほら落ちろ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 、ほらほらほら、うーわー、皆さん見てくださいこれ、ほらほら大量の毛虫。あ見て、なんかウジ虫がおる。これウジ虫おる。これなんやろ、寄生バエの幼虫ちゃうか、寄生しとったんちゃう、どれかの幼虫に。寄生バエちゃうかこれ。うわー寄生虫出てきた、やばー。うわー、ほらこれ絶対これ体内寄生しとる寄生バエだろ。これハエ目の幼虫ですね。頭ないんで、ハエの仲間ですね。体内寄生しとったやつちゃうかこれ。やばいやばいやばい、うわーすごいすごいね。あのヤドリバエとかいうのがいますからね、寄生バチも寄生されとんじゃないか、こんだけおったら。なんかこんだけいっぱい、こんだけいっぱい毛虫おったら、なんか結構な割合で、そうなんだ、6、7割ぐらい寄生されとんじゃないの、こういう野生の毛虫って。毛虫の死亡要因ってね、アシナガバチに狩られるか、鳥に食われるか、もしくはね、寄生バチか寄生バエにやられるかなんですよね。大体ね、死因、主な死因がそれですからね。ですからね、結構ね、寄生されてるんじゃないですか。ほら、ちょっと手に握ってみましょうか。うわー、やばい。うわー、こんな罰ゲームやな。あー、めっちゃこぼれる。もったいな、もったいな、もったいな。もう一回、もう一回、もう一回。うわー、ちょっとこうだから手入れてみようか。こんなん罰ゲームやろ。ほら。ほら、見て。やばい。ほら。うーわーすげえ、いっぱいいっぱいおる。ほら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 、もかも、あー結構モサモサしてますね毛虫は。ふえー、あ逃げる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 。ほらすごいもんこれ。うわーうわー、てかうじゃうじゃ生え出てくる、えぐー。これ虫に当てない人にこんなんやったらそっとやろな。罰ゲームですね、今セルフ罰ゲームしてますけれども、こらやばいわ。いや、えぐいわ。毛虫大量に握るのやりたかったがためだけね、こんな大量に集めました。ごめんなさいね、毛虫ちゃんたち。じゃあ、逃がしてあげるか、毛虫ちゃんたち。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。逃がしてあげるから。こんなものを持って帰っても仕方がないので、この辺に逃がしておいてあげましょう。さあ、バイバーイ。ほら。うわぁうわぁうわぁ、やばいやばいやばい。時系出てきたな、みんな。ほら。ほら落ちろ落ちろ落ちろ、うーわーやばー。毛虫って大量発生するとちょっと気味悪いですよね。一匹だけだったらまあ可愛いんですけれども、こんだけいっぱいいるとね、不気味ですね。うーやば、逃げよう。やばいぞ、ここ毛虫だらけや、危ない、逃げよう。危ない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 。カメムシ、これはクサギカメムシという種類なんですけど、めちゃくちゃ臭いです。本当ね、皆さんカメムシ食べない方がいいですよ。カメムシはね、臭い匂い出すんですよ。もし食べたら、そうカメムシの臭い匂いの素が全部口の中に入って、ブワーっとね、すごいことになるわけですよ、口の中が。鳥さんって結構虫食べますけれども、カメムシは食べないんですよ。この間石垣島でライトトラップした時も、フクロウが明かりに飛んできた虫を食べに来てたんですけれども、カメムシは絶対食べませんでしたね。鳥って昆虫食のプロフェッショナルですからね、そのプロから見てやっぱりこれはね、食べちゃダメなものっていうことなんですね。石垣からトカゲが顔を出してますね。こっちの様子伺ってます。ああいう石垣の隙間とかにはニホントカゲが潜んでるんです。あそこがあの子の巣みたいですね。で、あの隙を見て
この日当たりがいいところに出て日光浴するわけですね。今私がいるんで出てこないと思いますけれども、ほら可愛いですね。眠たいのかな。あ、ペロペロしてる。可愛い。うん、可愛い。